回り側板の加工・固定についてご紹介します。回り側板を A から D の4箇所でカットします。カット位置 A は下部の直側板との接続部です。接続基準線の内側をカットします。カット位置 D は上部の直側板との接続部です。接続基準線の内側をカットします。カット位置 B と C は回り側板同士の接続部です。カット位置 B は接続基準線1と2の間でカットしてください。カット位置 C は接続基準線2から12ミリずらした位置でカットしてください。回り側板を躯体に固定します。回り側板の取り付け高さは段数によって異なります。交点 B の高さを確認してから柱に取り付けてください。段バナ柱芯の場合は回り側板の端が柱の芯になります。蹴込み柱芯の場合は回り側板の固定位置が異なります。プレカットに合った収まりにしてください。回り側板同士の接続部は補強材で固定してください。補強材は現場で手配してください。